ございます。2021年1月14日木曜日、新聞の音読を行います。今日の産経明の表題は次のようにしました。昭和史研究の半藤和俊さんについて90歳。では音読します。昭和史歴史の第一人者である半藤和俊さんの妻真理子さんは文豪夏目漱石の孫にあたる。戦時中東京から新潟の長岡に疎開していた時、同級生の妹として知り合った。半藤さんの漱石に関する最初の著作となったのが新田次郎文学賞を受賞した漱石先生ぞなもしである。漱石の号は夏目金之助が若い頃に親友の正岡子規から譲ってもらったものだ。16年後に我が輩は猫であるを各段になって引っ張り出してきたのはなぜか。実は漱石は一時北海道に籍を移した。この漱石と関係があるのではないか。これが歴史探偵を自称してきた半藤さんの推理である。漱石の理由についてはぜひ本で確かめていただきたい。本格的に昭和史を研究するようになったのは文藝春秋に入社して数年経ってからだ。陸海の旧軍人たちに話を聞いてリポートする仕事を任されたのがきっかけだった。その数は800人を超えている。34歳の若さで終戦の玉音放送までの24時間を描き、ベストセラーとなり映画化もされた。日本の一番長い日を書き上げる。最も管理職になってからは執筆活動は封印して会社の仕事に打ち込んだ。50歳になって正月休みに随筆を書くようになった。それを小冊子にして旧正月に年賀状代わりに知人に送る。半藤さんにとって
文章の稽古の意味もあり、退職して文筆業に専念するまで14年も続いた。冒頭の漱石についての著作もこの小冊子が元になっている。2年前に出した自伝「橋を作る人」には自分の人生を漢字一字に例えれば「そう」だとある。東大時代ボート部の選手だった安藤さんは昭和市の海を漕ぎ続けて12日90年の生涯を終えた。令和3年1月14日木曜日、三経名の音読を終わります。